電通銀座ビルは東京都中央区銀座7丁目にある建築物である。銀座電通ビルとも表記される。外堀通りと高巡車通りが交わる銀座西6丁目交差点の南角に1933年に竣工し、1967年まで大手広告代理店電通が本社を置いていた。現在でも電通のグループ企業や広告関連団体が入居している。 1901年7月1日に、三永長星尾により、東京市京橋区屋財門町にて、日本広告株式会社設立、同年12月に通信社の電報通信社を併設した。銀座並木通り沿いで、当時は主要な新聞社が集まる一角であった。翌1902年には、京橋区南佐駅町に社屋を移した。1909年、 三つ長は株式会社日本電報通信社を設立。1910年に電報通信社を買収。1911年に日本広告を台頭合併した。日本電報通信社は1911年に京橋区滝山町に南佐駅庁社屋の3倍の床面積の西洋風2階建ての社屋を建設したが、これも手狭になり、1911年に 京橋区加賀町に3階建ての新社屋を建設した。1923年、関東大震災発生。東海は免れた者の累類により、社屋を消失し、帝国ホテル内に仮事務所を置いた後丸の内中通りに移転した。1930年、震災復興事業完了。その後加賀町の社屋の跡地に、 1932年より、電通銀座ビルの建設に着手、1933年に竣工した。1962年、中央区築地に新本社ビルが完成。創立記念日にあたる7月1日に、本社機能は新ビルに移転した。移転当日の朝には、銀座へのお礼と築地への挨拶の意味を込め、社長以下社員有志1200名余りが、 電通銀座ビルから築地の新社屋に更新した。1988年には本ビル内に電通プロモーションギャラリーを開設したが、その役割は2002年に塩止めの電通本社ビル内にオープンしたアドミュージアム東京に受け継がれている。電通銀座ビルの正面玄関設計は横川、公務所。当時の建築法令では百尺の高さ制限があり、本ビルは 上限いっぱいまで使って建てられた。同時期に建った和光は7階建てであり、8階建ての電通銀座ビルは当時銀座随一の高さであった。正面玄関上部には当時の車掌のごぼう星、その左に喫祥店、右に項目店のレリーフが飾られ、エレベーターホールにはモザイクタイルの装飾が施されている。完成時には電通は1階の一部、2階、3階、 4階、5階、8階と屋上に設けられた電書バットの旧車を使用し、東京福岡間の専用電話回線や写真伝送設備も設けられた。6.7階には電通と関わりのある新聞社の東京支局。1階には、婦人公論花の店、森永キャンデーストア、下関フグ料理店、大吉が入居した。ありがとうございます。